どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、楽天とですねマリオットボンボイが業務提携発表へということで、結構とんでもないニュースがですね飛び込んできましたので、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。皆さんね、私の動画のねコミュニティ欄っていうところで一応ねこちら発信したんですけど、皆さん見られましたかね。かなりびっくりしたんですけども、こちらマリオットインターナショナルのニュースセンターっていうところがですね公式サイトで発表したんですけども、マリオットホテルと楽天はですね戦略的コラボレーションということで発表がねされたんですよね。こちらの公式サイトね、ちょっと英語なんですけども概要欄にね載せておきますので、気になる方はですねぜひねチェックしてみていただきたいなと思うんですけども、こちら発表された内容なんですけども、ちょっとね読み上げさせていただいちゃいますね。マリオットインターナショナル株式会社と楽天グループ株式会社は、日本国内外を旅行する何百万もの日本人観光客の旅行体験を向上させる業界初の戦略的コラボレーションセットを発表っていった形でね記事に記載があるんですよね。でステータスとかですね、そういった話はですね触れられてはないわけなんですけども、楽天のねロイヤリティプログラムとマリオットボンボイのねロイヤリティプログラムの双方にねメリットが享受できることを目的にしているっていうね記事に記載があるっていった形になりますんで、今後ね予想されることとしてはですね、楽天トラベルでマリオットボンボイホテルを予約するときにマリオットボンボイのね会員登録が簡単にできて、その予約がね公式扱いになったりですね、それでね公式扱いになればですねマリオットボンボイね宿泊するとポイントがついたりですね、宿泊実績がね獲得できるようにねなるのではないのかななんていうふうに思ってるんですよね。またね記事にはですね、マリオットインターナショナルと協力して適切な楽天メンバーにはマリオットインターナショナルの旅行プログラムであるマリオットボンボイの驚くべきメリットを提供できるっていった形でね記載があるんですよね。まあ今現時点でですね、楽天トラベルとかでマリオットボンボイホテルね予約する場合ですね、マリオットのねステータスっていうのはこちらホテルによるわけなんですけども、利用できることがね多いんですよね。ですので今後はですねこのステータス特典のね利用が確約されたりですね、まあ先ほどもね言いましたけども実績がついたりですねポイントがつくようなね、そういった可能性もねかなり高いのではないのかなというふうに思うんですよね。いやこちらね非常に楽しみですよね。どちらもねポイントプログラムとかねステータスがあるって形になりますんで、今後ね楽天ポイントとマリオットポイントのね相互交換であったりですね、一応楽天にもねステータスっていうのがありますよね。でマリオットにもステータスがあって、そのステータスのね共有とかももしかしたらねあるかもしれないですよね。まあ日本とねアメリカの企業ということで、人によってはねそんなことありえないって思うかもしれないんですけども、まあ先日ねとある日本のポイントサイトもですねマリオットボンボイホテルにねポイント交換できるようになりましたので、まあこういったこともね全然あり得るのではないのかなというふうに思ってるんですよね。本当にね個人的にはねいい方向に向いてね利用しやすくなるのであればですね、かなりね楽しみだなというふうに思うんですけども、まあこれと一緒にですねなんか解約みたいなのがね一緒に来ないでほしいなというふうに思うんですよね。でこの提携自体が一体いつからなのかっていう話なんですけども、こちらね2021年の11月下旬を目標にしてるっていう風になっておりまして、この動画を撮っているのが2021年の10月の8日っていう風になっておりますんで、本当にあと1ヶ月半ぐらいでこれね始まってるかもしれないんですよね。ですんで本当にねこのマリオットのね取り巻く環境っていうのはねもしかしたらかなり変わってるかもしれないんですよね。またねあの楽天カードマンってありますよね。もしかしたらあれがマリオットボンボイ楽天カードマンになるかもしれないですよね。まあこれは冗談としても、まあ、どういった感じでねあの業務提携していくかっていうのはねかなり楽しみだなっていうふうに思いますよね。楽天のポイントもね、まあ、ちょっと最近ね解約が続いてて利用しなくなってたりする人もね増えてきてるかもしれないんですけども、楽天のポイントねたくさん持たれてる方もね結構いらっしゃるかなというふうに思いますので、まあそういった方はねマリオットホテルね流れてくるってなるとですねかなりね予約が取れるっていうふうになると思うんですよね。いやいや本当にねどんな感じになるんでしょうね。ぜひねこんな感じになるんじゃないかっていうふうにね思われる方いらっしゃいましたらですねぜひねコメントいただければなと思います。
ということで、今回の動画はね、ちょっと短くなってしまったと思うんですけども、こんな感じでね、終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボホテル、ヒルトモデルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。